エリス。あ、皆無。ちょうど呼びに行くところだったの。皆無から来てくれるなんて、運命かな。まともな服着りゃ、多少は見られるじゃないか。こういう子が好み？いちいちつまらないことを言う医者よりはな。お前、腹は減っているか？あ、邪魔するぞ。案外早かったじゃないか。うるさい女に叩き起こされたからな。こちら牢獄担当の羽狩り、いや貿易局強制執行部特別被災地区隊の隊長をやってるフィオネさんだ。昨日話した化け物の件で先方の代表を務めるそうだ。この話、退院にしたことは言えないさ。地上が入っていると思われるのは本意ではない。気にしすぎだろ。いや、部下に個人的なことをつまびらかにするのは性に合わないんだ。俺にはいいのか？皆無は部下ではない。もっと遠い立ち位置だと思うが。そういえばどうして話したのだろう。あ、いかんな。うん、酒のせいだ。きっとこれが酒を飲むということなのだろう。まあそういうことだ。俺も他言するつもりはない。心配しないでくれ。あ、すまないな、気を使わせてしまって。そうだ気を使わせついでに言えば、今日は私の誕生日なんだ。それも隊員には言ってないのか？ああ。部下からは痛烈な誕生日祝いをもらってしまった。ならせめて今は真っ当な祝い方をしよう。飲み代は俺が持つ。ありがとう。誰かに祝ってもらうのも久しぶりだ。そうだ、私のことは話したのに皆無が話さないというのは不公平ではないか？お前が勝手に話したんだが。それはそうなのだが、そうでないところもある。聞いて楽しい話はないが。皆無のことが知りたいのだ。気色悪いやつだな。あ、そうか。気色悪いと思われるのは心外だ。なら話さなくていい。軽口だ、普通に流せ。わからんか、苦手なのだそういう軽妙なやりとりというのは。あら、いらっしゃい。いやー、まいったね。今日もびしょびしょだ。さっきの客も絶対やめ男。お客様のことを悪く言うものじゃありませんよ。見て見て、さっきから皆無が女を泣かせてるの。ほんとほんとほんと？聞き捨てならない。なんだ、羽狩りか。羽狩りでも羽付きでも関係ありません。女を泣かすのは何があろうとも男が悪いというのは
昔からの情報ですよ、カイム様。その通り。さすが黒姉様はいいことを言うね。カイム、謝った？悪いが誤解だ。女を泣かせたら謝るの。あと宝石を買う。宝石はともかく、謝っておいて損はありませんよ。カイム。